いよいよ OJT が近づいてきました。 OJT オンザジョブトレーニング、実際にフライトに出てお客様にサービスをしながら行う訓練の最終段階ですね。この訓練センターを離れ、クラスもバラバラになって各自現場の先輩に指導を受けることになります。その際には皆さんにもお客様の前に出てもいいという証に客室乗務員用のネームバッジが配られます。本日は OJT に備えて職場となるオペレーションセンターを見学します。全起立、着替えて15分後に出発。はい。出勤後はまずオフィスに出頭します。 OJT の間はあちらの奥に OJT デスクが置かれていますので、皆さんはまずあちらに出頭することになります。こちらの方に掲示板には様々な業務指示が貼り出されています。毎朝必ずチェックすること、特にこのニューと書いてあるもの、こちらの掲示してあるものには先に目を通すように。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は札幌行きの1021便、1022便です、はい、時間の確認をいたします。東京出発が12時。フライト前に同じ便に乗るクルー同士で役割分担やお客様の情報などを確認する打ち合わせをブリーフィングと呼びます、はい、ではこちらの方に速やかに。麻生さん、麻生さん、美咲さん、もうじきお客さんの前に出れるとか思うともう燃えちゃって燃えちゃって。ねえ、緊張とかしないの？え？いや、これでも地元では満員の客集めてライブやってたんだから、客が多ければ多いほど実力出ちゃうタイプ？張り切るのは結構ですけど、美咲さん、ジュニアデューティーってご存知？は？キャビンアテンダントの常識よ。後輩が先輩にやらなければならない、たくさんのルールがあるの。たとえ訓練生でもOJT に来たらこちらのルールに従ってもらわないとね。待ってるわよ美咲さん、早く OJT にいらしてね。参ったな。気にすることないよ。あれだけ熱望されちゃって、もしかして期待の大型新人？ないない。皆さん失礼いたします。こちらが運行乗員部です。桜田キャプテン、先日はありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ OJT が近づいてきましたか。ご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いいたします。楽しみだね。頑張ってくださいね、皆さん。はい、はい、ありがとうございます。沙織ちゃん、頑張ってね。どうも。一応美咲さんも頑張ってよ。一応？カラス誰に口聞いてんだよ。すいません。あのね、すいませんじゃなくてすみません。すみません。美咲さん。すみません。美咲さん、一緒に乗れるの楽しみにしてますからね。はい。頑張れよ。スミ君もさ、はい、人のこと応援してる場合じゃないよね。副操縦士昇格審査もうじきでしょ。はい、頑張ります。いやー参ったな、キャプテンにまで期待されちゃったよ。自信があるのは結構ですが、あさっての総合テストとその後の認定会議で認められない限り OJT には進めませんよ。ご心配なく、大型新人ですから。お客様の前に出せるかどうかのテストです。採点も今まで以上に厳しくなります。皆さん気を引き締めてください。はい。総合テストか、うまくやれるかな、不安ですよね。さすがに緊張するわよね。大丈夫大丈夫、みんな結構できてたぜ。あなたが一番心配なんじゃないの。私は大舞台ほど強いタイプだから。三上クラスはダメね。
レベル低すぎ。ああいう人たちがキャビンアテンダントの質を下げんのよね。間違いなく三上クラスから遠心が出るわね。遠心？テストに落ちて OJT に行けないことです。あの例の三崎陽子さん、あの人は確実でしょ。でも彼女以外の訓練生もろくな人いないわよね、あのクラス。三崎陽子に毒されてクラス全員ダメダメですもんね。ちょっとちょっと、今の話私たちのこと言ったの？沙織、言いたいこと言ってくれるじゃないの。リナ、本当のこと言っただけだけど。三崎さんはともかくとして、私たちは木下クラスになんか負けてないわよ。そう？あ、聞いたわよ沙織。あなた救難訓練に遅刻してお情けで合格させてもらったらしいわね。別にお情けじゃ。ちょっとあなた失礼じゃない。ふんが何か？ふん、金魚のふんじゃなかった、沙織のふん。その1とその2。カッティーン。関山さん、あなたお父様がパイロットらしいわね。もしかしてコネ入社だったりして。ひどい。相手もしない方がいいよ。おい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 、そこの気取りや。まあいい加減にしろ。ほら、三崎さん、あなた九州でバンドやってたらしいわね。あライブやっても客席はガラガラ。なんで知ってんの？原因はやっぱりボーカルに花がなかったせいかしら。お前ら人が気にしてること。満員の客席って嘘だったんだね。あら、久保田さん、大島さん、はあ、こんなところで無駄な時間を過ごしててよろしいんですか？すみません、木下教官。アナウンスやサービスの自習課題はもうお済みですか？自習課題？私のクラスでは現場の即戦力になっていただける実力をつけていただかないとね。申し訳ございません、木下教官。さあ、行きましょうか。種に交われば赤くなる。人は環境によって良くも悪くも変わってしまいますよ。あいつら私の中にある地雷を踏みまくった。ずいずい踏みまくった。まあまあ、ムカつく。私だって、私もです。こうなったら全員合格して木下クラスを驚かせてやりましょう。え、三上組全員合格させてやる。だからあなたが一番心配なんじゃないの。無駄無駄言うな。みんな教室戻って作戦会議で。今ね、行きましょう。単純すぎ。すいません、お忙しいのに。いやいや、で始まるんだ OJT。 はい、あさっての総合テストに合格したらなんですけど。弥生ちゃんなら大丈夫じゃない。あの、それでですね、あの、もし、あの、よかったら。何？あの、よかったら、あの、もしテストにパスしたら、お祝いにですね、その、どこか。パンダ！パンダ？パンダとか、動物とか、お好きですか？うん、まあ。じゃあ、動物園ご一緒しませんか？いいけど、別に。翔太！おい、弥生ちゃんと何喋ってんだ。アメさん呼んだぞ。すいません、ごめん、また後で。はい。いいけどって、OK ってことだよね。こんな時にデートの相談？もう総合テストは捨てたのかしら。別にそんな。しても男の趣味悪くない？はその上今時動物園でデートなんてね。ああ、そういえばさっきの彼もパンダみたいな服着てたもんね。はあ、ムカつく。私もやるよ、陽子。え、陽子？
ないよ、あんなクラスに。大体何あのリナって女、知り合い？同じ大学だったのよ。外面だけは良くて、教師とか男の前だと声が変わるのよ。いるいる、そういう女。何度か男を取り合ったこともあったわ。男？ま、七勝三敗で私の方が断然勝ってるけどね。三敗ダメじゃん、三つも負けちゃ。怖いよ弥生。頑張ろう、まずは全員 OJT に進もう。テストが無事終わったらうちでそばパーティーだよ。そばパーティー？そばはもちろん、エビ天も食べ放題、おまけに飲み放題。エビ天、よっしゃ、みんなで三上組の底力見せつけてやろう。おー、おー、行くぞ。おー、 JT。 何それ？OJT のみんなの掛け声だよ。いくぞー、 OJT。 みんなもっと揃えて元気よく、せーの、 OJT。 よっしゃこの番組はドコモグループ、資生堂、カゴメ、小林製薬、ライフカード、P&G の提供でお送りします。いよいよ OJT が近づいてきました。ここでの訓練も残りあと1日。皆さん、本当にご苦労様でした。あさってのテストには例年通り現場からも判定に参加していただきます。訓練期間の成果がどれだけ見られるか、私も楽しみにしてますからね。はい、以上です。また変なことしてかせないといいですね。あ、美咲さんですよ。万が一テストをこなせても、受け入れ先の客室乗員部から断られたら行き場がなくなってしまいますもんね。失礼いたします。失礼します。失礼します。噂をすれば。何ですか、美咲さん、若村さん、今夜と明日の夜、モックアップの使用許可をいただけませんでしょうか。モックアップ？クラス全員でテストに備えて訓練したいんです。ほほー、クラス全員でね。はい、負けたくないですからね、他のクラスには。うんうん、感心感心、頑張ってくださいよ。はい、ありがとうございます。ご登場ありがとうございます。東野さん、お辞儀の角度が違います。もう一度お願いします。ご登場ありがとうございます。まもなく離陸いたしますので、シートベルトをお締めいただけますでしょうか。声が小さいですね。もう一度お願いします。共感で気持ちいいな。真面目にやってよ、美咲さん。一度やってみたかったんだよ。美咲共感って呼んで。恐れ入りますが、機内での携帯電話の使用をお控えいただけますでしょうか。すぐ終わるから。安全運航に支障をきたす恐れがありますので。もう少しだけ。ここで引いてどうすんのよ。私、こういうの向いてないんですよね。あなたね、そんなんだからコネとか言われるのよ。くそ。ちょっと、コネなんてあるわけないでしょ。わかってる。だから悔しくないのかって聞いてんの。すいません、やっぱりダメですよね、私。もうめんどくさい、若村さんとやれば。それじゃいつもと一緒だろ。三上組は団結しないと。そうだな、じゃあ沙織は私と、鶴関山ちゃんは東野っちと。よし、お待たせいたしました、紅茶でございます。ちゃんと手添えしなきゃ。え、今手添えしたじゃん。お暑いのでお気をつけくださいっていう言葉がけがなかった。何その顔、笑ってない。そんなこと言われたってさ。そうやってすぐ顔に出る。だからレベルが低いとか言われるのよ。このクラスの偏差値下げてるのって美咲さんよね。
ねえ、それは言い過ぎなんじゃない？本当のことじゃない。そりゃ確かに美咲さんはできてないけど。弥生ちゃん、ギャレーに戻らなきゃならない紅茶を何度も頼んだりしてわざと怒らせることないと思う。訓練でしょ、訓練。沙織さんちょっと意地悪。リナってこと似てるんじゃない？あんな女と一緒にしないでよ。あ、まあ、はいはい、二人とも落ち着いて。もう大人げない。そもそもあなたができないからリナにあんなこと言われるんじゃない。え？あなたのせいで私たちまでバカにされるのよ。私たちだけで訓練した方が効率いいんじゃない？レベル低いとこに合わせてもしょうがないものね。あっそう、だったら出てけば。そうね、そうする。え、いや、サブリ、今の冗談ですけど。冗談？やっぱりダメか。そうですね。何なんだよみんな、もう勝手にしろ。もう終わりですか？ですね。お疲れ様でした。足引っ張ってますかね。三上クラスは三崎陽子に毒されてるとか言われちゃって、私毒ですかね。そんなことを気にするようになれたんですね、あの美咲さんが。だったら何をすべきか分かるんじゃないですか。今の美咲さんなら。担々麺中辛。はい。もうじき OJT だって。まあね。なんだろう、嬉しくねえの。どうかね。初めて客の前に出るんだろ。普通興奮とか緊張とかすんだろ。毒だからね、私。なんだそれ。知るか。なんでなろうと思ったわけ？キャビンアテンダント。ん？いや、どう見ても子供の頃から夢見てたタイプには見えないから。好きな男に言われたから。は？お前の制服姿見てみたいって。お前バカ。うるせえよ。まあそんな男もとっくに振ってやったけどね。そんな不純な動機でよくここまで持ったよな。でもさ、今は私が見てみたい。制服着て空飛んでる自分の姿。うん、そうなんだ。担々麺お待ち。どうも。声が好き。は？わかんないな、よよい。何が？いや、わかんないね、女心って。あれ？電気つい。ちいちゃん？ちいちゃん帰ってきたの？おかえり、ちいちゃん！違う、あの、僕は決して怪しいものでは。めちゃめちゃ怪しいじゃん。なんだよ、あの針金。いや、あれはあの、鍵がかかってたから。やっぱり泥棒じゃん、警察。違う、あの、僕はちーちゃんの
恋人。マジで？うん、まあ細かく言うと悲しき元恋人で、君は？一応ルームメイト。じゃあちいちゃんは？あの旅に出るって言ってました。ちいちゃん、まだ君は偽りの恋に翻弄され続けてるのかい？おい、人んちのソファー勝手に座んなよ。このソファー買ったの僕だもん。このテレビも、その冷蔵庫も、これも、これも、みんな僕が買ったんだもん。もしかして、一緒に住むはずだったって男の人？まあ、それはまた別の人。だいぶ綺麗なバラにはトゲがある。恋多き女性ってこと、ちいちゃんは。まあ、君じゃ足元にも及ばないね。つが、なんでここに入れたんだよ。これ合鍵、内緒で作ったの。そうか。まさかちいちゃんは今はいろんな恋に振り回されてるだけ。そして最後は僕のところに帰ってくるんだ。やっぱりストーカーだ。助けて、警察。ちょっと待って、警察は困る。じゃあ出てください。この電話も買ったの僕なんだけどな。警察。分かりました、出てきます。すいません。あ、鍵。あ、そうだ、ちいちゃんから連絡があったら伝えてくれ。おかちゃんはもう怒ってないって。警察。チャオ。二度と来るな。なんだあいつ。遅いね。どうしたんでしょうね。信じらんない、 OJT 間近だって。おはようございます。おはようございます。すみません。おはようございます。美咲さん、ジャケットは手に持つものではありません。はい。このシミは何ですか？これぐらいチェックなさい。すみません。ホームルームを始めます。では午前の授業終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、昼だ昼。相変わらずだね、美咲さんは。まあ、そこが美咲さんのいいところでもありますし。本気で言ってる。What do you expect of us? Well, in the cabin, to represent the entire crew, interact with all the passengers, and represent our airline. I wonder I'd be able to do that. No problem.なんか叶わないって感じですね、うん、もうすぐ OJT だよね。二人でお祝いしない？なんで二人で？麻布にさ、すごいうまいイタリアンの店があるんだけど。質問の答えになってないんですけど。沙織ちゃんと行きたいとっておきのお店なんだよね。特にドルチェが絶品でさ。悪いけど訓練生と付き合う気なんてないから。じゃあ後輩になれたら付き合ってくれる？まあ、後輩になれたら考えても。よし、絶対だよ。すみさん。え？この間はどうも。あ、この間？麻布のイタリアンのお店に連れて行っていただいたの。あ、違う、他のお店。本当本当素敵なお店でした。特にドルチェ、本当美味しかったです。ありがとうございました。沙織も堤さんとお知り合い？別に興味ないから。こんな人。沙織ちゃんと知り合いだったんだ。8勝2敗で
私が飼ってる中です。ねえ、どっちの言ってることが本当？負け越してるのは沙織かも。やっぱり負けてるんですかね、私たち。授業はこれで終了します。ここで教えられることは全て教えたつもりです。明日の総合テストでは各自今までの成果を十分に発揮してください。ただし OJT に進んでも学ばなければならないことはこれからも山ほどあります。仕事は毎日が勉強、日々努力です。これからは先輩クルーがあなた方の教官ですよ。最後にもう一度自分自身に聞いてみてください。皆さんにとってキャビンアテンダントとは何ですか？終わります。全起立。ありがとうございました。ありがとうございました。お先。気楽な人やね。結局このクラスって美咲さんに引っかき回されてばっかりだったわね。西届けてきます。美咲さんバカみたいよね。最後に悪あがきしちゃって。ダメなものはダメ、今さら何やってもしょうがないのに。何のつもりかって。よっぽど訓練がお好きなんじゃないの。いよいよ明日ね。帰るのはまだ待ってください。え、帰るのは待ってください。私と一緒に来てください。させていただきます。コーヒーでございますね。朝もお昼休みはずっとやってたんですよ、きっと。遅刻もブラウスのシミもそのせいなんですよ。お暑いのでお気をつけください。相変わらず自分勝手なんだから。マイペースというか平気で人のこと振り回すし、ハラハラさせられてばかりでした。声も態度もでかいし。あの人のおかげで何度授業が中断されたことか。最悪なクラスメートよね。ほんとある意味最悪だね。でもなんでだろう、他のクラスの子に美咲さんの悪口言われるとちょっとムカつくのよね。うん、わかる。私は紅茶をお願い。え、なんでみんないるんだよ。そっちこそ一人で何やってんのよ。お前らの足引っ張らないように。つーか、ほらエビ食べ放題だし。え、こいつんとこの親父さ、そばはおごってくれんのにエビはおごってくんねんだよ。結構せこいんだよな。てか美咲さん、もしかしてエビのために。約束したよな、食べ放題、おまけに飲み放題。うん、よし、こうなったらみんなまずは美咲さんを徹底的にしごくわよ。え、OJT しごくって何。はい、早く。私が出た。コーヒーを。
りアップル。アップルですね。あ、やっぱり水。なんだよ。だってこういうこともあるでしょ。ねえ、それよりカートの位置が違うよね。え、仕事だ。うん、違う。え、違くないね。ここでるよね。え、ほら、しかもストッパー止まってない。見るな、そういうところ。レベルの低い人たちが集まって何やってんのかと思ったら、こんな付け焼き場で私たちに稼働だなんてね。ほんと笑っちゃう。ちょ、勝ち負けなんてどうでもいいの。へえ、もう負けを認めてるわけ。勝ったとか負けたとかそんな小さいものじゃないんだよ。私たちにとってのキャビンアテンダントは。切ったまま。あ、これ今やろうと。そういう態度は減点対象になります。すみません。美咲さん見てると勉強になるよね。ダメなことたくさんしてくれるからチェックしがいがあるのよね。お前らちょっと調子乗りすぎ。そういう言葉も減点です。すみません。関山さん、美咲さん相手ならビシッと言えるじゃない。あ、はい。その強気さえあれば平気だよ、関山ちゃん。なんだよ、もうそっちばっか楽しそうにさ。さ、訓練訓練続けましょう。よし、オン。美咲？よう。テストはこれから。ちゃんと勉強したの？したよ。やるだけのことはやった、全部やった。でもやっぱさ、らしくねえな。あ？やることやったんだろ。だったら自信持っていけばいいじゃん。分かってる。ビビってんじゃねえよ。誰がビビるか。テストぐらい余裕で合格してやるよ。おはよう。おはようございます。おう、頑張ってるか。当たり前じゃないですか。いや、元気な子だね、相変わらず。そうっすね。三上さん、おはようございます。おはようございます。いよいよ総合テストですね。え、三上、久しぶり。長野チーフ。今日の総合テスト、客室乗員部からは私が参加するから。うわ、長野さんが？キャプテン、なんか文句でも？いやいやいや、めっそもない。ボタンが取れかかっています。ああ、すいません。相手が三上の教え子でも容赦しないよ。厳しく採点するからね。はい。こりゃ大変だ。あ、キャプテン、誰なんですかあの人？三上さんでも頭の上がらない客室乗員部のドン。厳しいね、彼女が採点するなんて。
関山由紀です。よろしくお願いいたします。三崎陽子です。よろしくお願いいたします。ワークライトオン。次にギャレー内電気系統が正常に作動することを確認。ホットウォーターメーカー確認 OK。 紅茶をお持ちいたしました。ぬるいわね。もっと熱いのに変えてちょうだい。申し訳ございません。すぐにお持ちいたします。お待たせいたしました。これじゃ熱すぎるんだけれど。申し訳ございません。もう一度。まさか水を入れて冷ますつもりじゃないでしょうね。いいわ、これで。申し訳ございません。では。やっぱり熱すぎるの。大変申し訳ございません。やけどはございませんか？お召し物は大丈夫でしょうか？私にはかかりませんでした。大変申し訳ございません。ただいま同じものをお持ちいたします。大変失礼いたしました。紅茶でございます。どうぞ。ありがとう。失礼いたします。シートベルトはお母様だけ締めていただけますでしょうか？赤ちゃんはその上にしっかりとお抱きください。じゃあこの子を抱き上げますんで、シートベルトお願いしてもいいですか？はい、かしこまりました。失礼いたします。今この辺りを飛行しております。まもなく琵琶湖の上空に差し掛かります。すいません、英字新聞ありますか？恐れ入ります。ただいまこちらにご用意がございませんので、すぐにお探しいたします。おくつろぎのところ恐れ入りますが、お座席の背とテーブルをお戻しいただけますでしょうか？もう着くの？はい。お客様、恐れ入りますが機内での携帯電話のご使用をお控えいただけますでしょうか？安全運航に支障をきたす恐れがありますので、ご協力をお願いいたします。もうちょっとだから。安全のためですのでご協力ください。以上で実技審査を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。行くぞ。だけに頑張ってたの？そうは思いたくなかったけど。あよ、カツ丼追加で。あよ。そうかもね。あれ、二人とも元気なくない？どうしたの？別に。うわ、沙織相変わらず感じ悪いよな。エビ来い。エビエビ。やめてよ。本当に。おしまいなんですね。え？三上組。もう全員一緒に訓練できないんですね。もうみんなよく頑張ったよ。よくこの私についていった。違う違う、私三上組でよかった。
お前らさ、見かけによらず結構いいやつだよな。他に言い方ないの？ありがとう。私さ、この20人みんな一緒に空飛びたい。最後は三崎陽子さんですね、本日のテストはなかなか頑張っていたと思いますが、木下教官の評価は？そうですね、できていたと思います。長野チーフいかがです？三崎陽子ね、どんなもんかと思ってました。評判悪いから、あの子。まあ決して満点とは言えないけどね。あとは OJT でしごきますよ。はい、じゃあそういうことで。ちょっとよろしいでしょうか。総合テストの結果と今までの成績をもとに、訓練部と客室乗員部合同の認定会議が行われました。合格した方にはただいまよりネームバッジをお渡しします。名前を呼ばれた方、前に来てください。まず関山さん。はい。よく成長しました。これからも頑張って。ありがとうございます。あなたはとても頑張り屋でしたね。 OJT も期待してます。ありがとうございます。次、浅香さん。はい。よくみんなを引っ張ってくれました。ありがとうございます。次、竹本さん。はい。今のまま素直に伸びてください。笑顔が素敵です。以上19名が合格です。え？三崎陽子さん、あなたのバッジはありません。どうしてですか？だって私、あなたにはキャビンアテンダントとしての適性が欠けています。This master, I call her on the stage. They're in the edge, they're not a man's job. I call her a show, she's mad at the tech. Tony eyes over, get into the backstage. You may want to go.Coming up, cause I'm psycho, Joe. Let's be going.
JT には進めないかもしれません。これが本当に訓練なのかって聞いてるんです。神様、三上教官が私を遠心にしたんですか。何やってんだよ。どうしたらいいんだよ。私はもう無理なんだよ。この番組はドコモグループ、資生堂、カゴメ、小林製薬、ライフカード、 P&G の提供でお送りしました。何があっても飛ぶことを諦めない。